はい、こんにちは。カツボです。ドラゴンクエスト10オフライン続きやっていきたいと思います。前回ね、マーモン倒しました。大音量。ね、それで、まあ、スキルもね、なんかしら出るよね。レベル1以上は上がんないのか、まだ。ここが5、必中剣。ね、よし。まあ、貯めていこう。ということで、見破るを覚えたんで、ちょっとね、帰りのモンスター、全部ね、見破りながら行こうかなと思います。まあ、前回それやってしまえばよかったけどね、まさかマーモンが出てきてね、まあ、マーモン自体はそんな強くなかったけど、まあね、ちょっと気抜いたらやられるから薬草はまあ3つぐらい持った方がいいんかなっていうね、まあそういうのはありましたけど、敵いるよね、いるよね。敵がいるんだけど、こういうのね、メラリザードとメラゴーストとオニオンだけ見破ったね。で、説明見たんで、ちょっと面白い説明が書いてあるけど、お、何も襲ってこないね、こやつら。ホイップゴースト見破ってないよね。ホイップゴースト、メタッピー。ホイップゴーストいた。タッチでなんだ。HP100 になっちゃった。ポイント見破る、うん。見破る機能がついてるのを知ってたんで、先に盗賊にしたってのはあるけどね。見破りながら行きたいんで、自分は。だから他のとこも多分奥まで潜っていけばいろんな説明見れるよね。討伐モンスターリスト。ホイップ、あ、ハテナこれなんだ、ハテナいのいるのか、これか。ホワイトパール。モコモコした泡の体が可愛いゴースト。おとなしそうに見えて意外に攻撃威力が高い。お菓子好きの魔女の作品。砂糖と塩を間違えてホイップされてしまったので、ちょっと不満顔なのだ。だって、ここなんだ。ドラキ、なんかいいのか。メタッピーも見破ってないね。常にこのスピードで行った方がいいよね。早い？早すぎる？そんなことないでしょ。はい、メタッピー。人間の監視用に魔物が作った小型の鳥マシン。鳥のマシン。ピオラで素早さを上げては先制攻撃を仕掛けてくるぞ。はい。人間の監視用に作られたが、ついつい戦いを、戦い挑んでしまい、返り討ちになってしまう。実はバグの多い欠陥品。あ、そう。かわいそうに。あとは、おっと。まあ、リゲミト使えば出れんだけど、スライムとかさ、あと何いたっけ、多分外にもいろいろいるよね、このゲームね。まあ、前回ね、もう多めに進んだおかげで、まあ、サクサクはいってるからいいんだけど、超早いんだけど。ちょっと敵に当たるとめんどくさいからさ、当たんないように行きたいけど、あとはどこだ？合ってないやつ。こんな後で絶対必要になってくるよね。ホイップでしょ？なんだあのハテナって、なんかいいのか？あと。角になんかいたりとかしないの？まあ、いるとしたら洞窟だよね。あ、なんだ。ブロッゲン様から話は聞いたぞ。戒めの地では随分と活躍したようだな。やるじゃないか、ボッコ。それでブロッゲン様から伝言だ。ホッチの親方の家で待っている。すぐに来てくれたそうだよ。あ、そうだけどさ。あ、スライムいた。スライム。他に何いんだ？ちょっと全部一気に見破るか。スライム。いたずらモグラ、スライム。これはあったでしょ。お、邪魔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 。スライム立ちてなんで。一匹ずつも邪魔くさいよ、本当に。様子見てた。エンゼルスライム棒はね、いくつまで OK なんだろう。経験値。いたずらモグラ。あとドラキいたよね。あ、逃げた。逃げたけど、見破ったからね。もう逃げるレベルになっちゃってんだ。ここにドラキーがいいんでしょ。あとは？ここだけお任せ？あー、なるほど。はい、じゃあちょっと見よう。スライム。あ、逃げたらダメなんだ。
ブルブルとした水色の体とまん丸の瞳が可愛らしいモンスター。皆さんおなじみのあいつ。ひんやりプルプルの体は熱くなるとしんどいようだ。真夏にはスライムたちが岩陰で寝ていたりする。あとドラキ。コウモリによく似ている空飛ぶモンスター。攻撃するとひらひらと身をかわされることも。キャラの被っているライバル、モーモンの登場で守り続けたナンバー2の座が危まれ気が気でない。なんかいる？他に。あ、出ちゃった。これ外だよな。しまった、しまった、しまった。中に何いんだ、あと。マーモンだって倒したでしょ？まあ何やっかね。まあ外は外で敵がいいんでしょうけど。まあフィールド広いな。まあこっちからでも行けっからね。あといたずらモグラ見破ってないんだけど。あれ？サソリ橋飛んでなかったっけ？ここ。ね、メラゴーストとかいるよね。あっと。ここら辺はもうすべてカットでいいから、家に戻んだけどさ、ちょっといたずらモグラ見破りたい。まあ、初めてのとこだからね。ここはいいんだけど。大きい寿司。こんなんいた？でしょ？大きい寿司。あとは、どこ？待って、これどこだ？あ、こっちか。こっから来たんだよね。道間違えてる？もしかして。あ、いいのか。あれ？あ、いた、やっぱりいるよね。サソリバチとかね。これドラクエ3にいたモンスターだよ。逃げる逃げる。まあいいね、今回はこういう感じ。なんかすげえ進むの早いんだけど。サソリバチでしょ、大木槌も見破ったでしょ、でドラキーもだし、あとイタズラモグだと、あのハテナなんだろう。ちょっと一回親方に話してどっか行けって言われるから、そしたらちょっとね、イタズラモグラのとこまでカットしてもいいね。僕はカメラ小僧。クエストが追加されたってそういえば言ったよね。クエストリスト。紹介されてる。トレジャーハント、食欲クエスト、何これ。あ、ガタラか。ガタラで、あ、盗賊クエストだね。だまだガタラとかだけど、154ってなんだあれ。まずここ行きましょう。僕お帰り。ブローケン様と親方がお待ちかねだぞ。はい、行きましょう。待ちかねたぞ。わしがこうして起きていられるのは、わけあってわずかな時間だけなのだ。悪いが、手短に話させてもらうぞ。お前の本当の姿はドワーフではなく人間なのであろう。おっち、その鏡でこやつを映してみてくれ。やはり。その鏡は真実の姿を映し出すという伝説のラーの鏡。マーモンと戦った時、わしらは力を奪われ身動きできなくなったが、お前だけは戦うことができたな。それはお前の身に宿る魂がドワーフでなく人間のものだったからに相違ない。わしにはわかる。なぜお前がその姿となったのか。ブロ
君様。ブロンゲン様の杖様、なんとかおっしゃってくださいよ。なんてこったい。お前と喋るのにブロンゲン様はちっとばかりご無理をなさったようだ。まだ信じられねえけどよ、ブロンゲン様の話じゃお前さんは俺の知るあいつとは別人なんだろう。あいつはペーペーの見習いだったが、文句も言わずによく働いてくれてたよ。いつか世界を股にかけてとんでもないお宝を掘り出してやるってのがあいつの口癖だったんだ。だからよ、もしお前がその体を使って何かでかいことをやり遂げてくれれば、あいつも浮かばれると思う。そうだよ。はあ、ブロッケン様の杖様。ブロッケン様はおっしゃっておられる。彼女のように姿を変えて生き返った者には果たすべき使命があると。その使命が何であるかはいずれ時が来ればわかるとして、使命を果たすために助けとなるものを今から授けるのである。さあ冒険の書を出すのである。杖様スパーク。おお、一人前の証が冒険の書に。よかったな。これでお前はどこの国へ行っても一人前だと認められるぞ。異国のお偉い王様だってお前のことを頼りにしてくれるかもな。各大陸の大きな町や国で活躍すれば、その証としてキーエンブレムっていう鍵みたいな勲章をもらえることがあるんだ。まずは世界中を巡り、自分の実力の証としてそのキーエンブレムを集めるんだよ。さあ本当の冒険の始まりだ。まずはこのアグラニから北西にある町ガクト・ガタラを目指すんだと。ブロッケ様のお話は以上である。我々ももう旅に出ることにするから、あの白い光、勇者覚醒の原因を探るため行かなくてはならないのである。なんだかスケールのでっかい話になったが、俺もお前のことを応援してるからな。頑張れよ。はい、スケールのでっかい話と。おっと、そうだ、最近手に入れたこいつを選別にくれてやる。おもうもらえんの？バージョン3とか4、え、3だっけぐらいいかないともらえないよね。これもらえたんだっけこれ。はい。はじめよう錬金術受け取った。すげえ。はい。はじめよう錬金術のレシピを覚えた。錬金釜は素材となるアイテムを投入することで別のアイテムを錬金することができる特別な道具です。道具コマンドから錬金釜を選ぶと錬金することができます。錬金するためには作りたいアイテムのレシピが必要になります。レシピはレシピ屋は本棚などから入手できます。なんだか便利そうだろ？きっとこれからの旅の役に立つと思うぜ。それじゃあしっかりな。おー。一人前の証って本棚とか、あのルナがいたとこ怪しいよな。このさ、エンゼルスライム棒って、あれかな。あ、こっち来ちゃった。エンゼルスライム棒って他の、なんか1ヶ月ぐらいしか有効じゃないみたい。一回有効じゃないっていうか、もらうのね。逃げるんだよな。逃げたらダメなんだよ。逃げちゃダメだ。じゃあちょっと図鑑だけ見たい。あと一匹何、どこにいんの？戦歴ハテナってだって書いてるもんね。いたずらモグラ。スコップを持ったいたずら好きのモンスター。力を貯めてきたら気をつけよう。
かつては落とし穴を掘って旅人をはめようとしていたが、仲間同士で穴に落ちまくり、それ以来自重している。アホじゃん。アホじゃんね。ドア着火大陸。サソリバチ。獲物を求めて飛び回る巨大な蜂のモンスター、サソリを思わせる尻尾の針で襲いかかる。サソリと名前に入っているが、別に毒は持っていない。サソリバチ本人は本人なの。それがコンプレックスのようだ。そうだね。まあ、ドラケ3だとこんな説明見れないからな。体の同じぐらい大きな木槌を振り回され、ミスばかりのモンスター。だが油断していると、まるで持っている木槌が本体かのように呼ばれているので、俺の存在って何なんだと自問自答しての日々。かわいそうだな、それも。錬金釜。そうだ。道具メニューから錬金釜を選ぶと、複数のアイテムが素材にして新しいアイテムを錬金することができます。何を作るから作りたいアイテムを選んだとき、必要な素材が足りている場合は、すぐに錬金を開始し、新しいアイテムが手に入ります。必要な素材が足りていない場合は、グレーで表示されていて選ぶことはできません。何を作るのレシピは？え？いけた。本棚やお店に売っているレシピブックなどから手に入ります。素材は採掘ポイントやお店で購入することができます。ですよね。街の中なんだって。で、あと一体どこにいるんだろう。ちょっとそれ気になるんだけど、ちょっと探していい？探していい？転生モンスターとかかな？だよな。ドラキー多分。あ、びっくりした。ドラキーじゃねえの？ドラキーだと思うんだけど。まあちょっとセーブさせていただいて。ドラキー転生モンスターいるもんね、だってね。まあ、後でもいいか、それは。ん？あ、いやいやいや、待て。もう依頼書あんだけど。依頼書、依頼書。統括依頼書。ファーラット。ファーラットだって。トゲウニ3個もらえる。こんなんがあれだよね。ママのお誕生日にケーキ作るの。末っ子の僕はイチゴ担当なんだって。でも森に行きたいのにファーラットが怖くて僕ちびっちゃう。お願い、2匹倒して追い払って。いいよ。ファーラットとかいんのか、これ。いいのか？待って、結構時間過ぎたね。やべえな。次、ガタラ目指そう。はい。ということで、今回早いけど、前回ね、40分くらいかかったからね。今回こんなもんでいいか。ルナナさん、出て行かれたんですって、二度と戻らないですって、だって。ほんと？ホルタ神父が亡くなってからというもの、教会をお祈りにいらっしゃる方が減ってきたような気がいたします。やはり皆さん、ルナナさんに怯えていらっしゃるんでしょうか。私もルナナさんの過激な発言には毎回驚かされるばかりです。今日も西にかけないような汚い言葉を。あ、神よ、罪深きルナナさんをお許しくださいませ。ああ、これが見れるんだ。レシピ帳は、レシピはないのかい？多分どっかにあるよね。で、なんか町にも売って、なんか一等地のとことかってあれ売ってそうじゃね？売ってそうじゃね？儲かる、まあ、探すところから。あるとしたらこういうとこだよな。レシピ？なんかありそうだけど、ガタラとか行けばいいのかな。ちょっと先進むか。まだ早いからね。もうちょいだけ頑張ってやってみよう。で、あわよくば、ご種族作ってね、全部、なんだろう、エンゼルスライムももし渡せるんだったら、渡したりとか、まあ、こんな感じのストーリーだとかね、お見せしたいかなとは思ってるんだけど。モガリム街道。とりあえずモンスターを借りながらね、行けばいいでしょうから、これ、持てる数って増え、あれかな、やっぱ預かり所とかあんのかな。オンラインね、やってるだけにさ、どう違うかとかさ、やっぱわかるじゃん。ぐるぐると回すよ。まあ、いやいや、あ、花の蜜みたいな取っといた方がいいか、あれ。ねえ、そうだよね。材料は取っといた方がいいよね。あ、朝の糸か。だからこれ裁縫とかだと思うんですけど、何になればいいんだこれ。何でもなれんのかな。とりあえずいろんなモンスター戦いたいから、あ、いた。これはメラゴースト。近く、あ、見れないのか。メラゴーストじゃねえ。また間違えた。メラリザードね。もう今楽勝だもんね。薬草いっぱい持ってればなんかボスいけるよね。頑張ればね。丈夫な枝。だからクエストとか発生しなかったよね。あれなんかありそうですよね。モガリム街道。左側？
まんま強いところ行くとまずいけど、まあガタラぐらいだったらレベルいけんじゃないかな。ガタラつくまで行って今回やめるかな。途中にも寄れるとこあるからね。あ、キャタピラです。これ戦ってちょっと強いようでしたらね。これはドラクエ3に出てきますね。見破る。お、超強いな。おー、いいね。経験値、お、レベルアップ。現在3。何必要だったっけ？スキルパネル。5か。必中剣。バブルスライムですね。毒持ってるよね、こいつはね。これテンションってさ、ダメージ上がってる？これ。上がってるよな、確実にね。はい、ちょっと見ようか。戦歴。バブルスライム。ドロドロに溶けた体は、触れたものの毒に侵す。ティアリや毒液層の準備を忘れないように。眠るときは毒の沼地にゆっくり体を浸らせて、心よくまで休むといい。疲れると泡が減ってしまう。キャタピラは？高い守備力に定評がある巨大な芋虫の魔物。ネバネバした糸を吐き、こちらの攻撃を封じてくる。もうそう見れないの、これ。あ、書いてある、産卵間近のメスはものすごく機嫌悪く、よく襲ういじめるらしい。虫の世界も男は辛いよ。あ、そう。大変ですね。よし。討伐、ファーラットがどうとかつってたから、まあ、そんなのも借りたいけど、これどこだ？エゼソルは行ったらまずいな。右行ったら、もがれキャンプまでまず行って、ガタラ原野もそうでしょ。まあ、いろいろ寄れるとこは寄りたいけどね。今は手を出さない方が良さそうだとかさ、そんなのあるじゃん。いや、しかし、サクサク。足を渡るともがれの洞窟です。西に進むともがれキャンプです。どうなんだろうね。後に出てくるものとかあるじゃん。上の方にさ、人面獣とかいなかったっけ？あれ？柔らかい枝。あいつなんだ？あれなんだ？あ、人か。新しい場所がある。あー、なるほど。今日も遺跡発掘にはかどったな。でも、そろそろ本業に戻らなきゃね。うん、私の本業？もうすぐ一斉オープンする美容院サロンフェリシアで働いてるんだ。お店はドルマーム王国にあるよ。このキャンプからだとすごい遠いけど、もし近くにおったら行ってみてね。ああ、なるほどね。はい。ここは道具屋だ。何の用だい？レシピは売ってないんだね。教会はいい、まあ別に今日行かなくてもいい会だから、ここは？旅人バザーには他の店で売ってないような特別なアイテムが出品されていることがあります。あ、そういう感じなんだ。商品は時々入れ替わりますので、こまめにバザー覗いてみましょう。お、そう。あ、ほんとだ。ちょっと待って待って。あー、こんな感じか。待って、サフランハット。研磨石とか売ってるけど、これ今必要？これ。1個買っといていいかもね。必要なんかわかんないけど、サフランハットどうなんだろう。魔法使い僧侶が装備できるんで、後でやればいいけど、どうなんの？こう持てる数とかってあんのかな。しまいや。預かり所はね、やっぱなんかあんだろうな、そういうの。お、小さめだる。ガタラまで行っちゃっていいけど。なるべく新キャラは戦っていきたいよね。お、なんだ？キャタピラもう一体ぐらい倒しておいてやっかな。やべ、タッチになった。関係ないけど。ああ、そっか、ウィングブローいいね。そっか、2回当たんのか。あ、いいね、いいね、いいね。強えな、ボッコさん。あんたやるぜ。お、50匹以上、駆け出し魔物キラー。早えな。もうそんなまで来たんだ。花の蜜。なんだあれ。あ、こいつ大丈夫か。フィールド小僧。ちょっと一匹倒すか。あ、オッケーオッケー。強えな。あ、危ねえ。
やば、お。マジかと思った今。70ポイントって。すげえな。すげえ経験値持ってんじゃん。はい。顔がついた盾に隠れながら攻撃してくるモンスター。ひとたび起こるとその盾が火の息を吐き散らす。満タン。ホイミとかあんだよな。ホイミ。え、何これ見破るってここで。あ、インパス効果か。なるほどね。これ多分下行ったらちょっとバランス崩れっかもね、敵ね。なんか奥怖いな。怖いなって言っちゃうんだもんね。これ悪い癖なんかいい癖なんかわかんないけど、ちょっと見たいんだもんだって。探検家カズボウ。ああ、ここまで行かない方がいい。エゼソルの方行くとギガンテスとかいると思うんだけど。まあ無理だろうな、今行ったらな。帰り道のいいところですね。よっしゃ。ああ、いいね、いいね。え、これもしかしてさ、移動できるさ、乗り物とか？そんなん取ったらどうなの？もっと速くなるのかな。ガタラゲンヤ、なんだこれ。あ、ベスか、スライムベスだ。今日ガタラに行きたいんだけど、ガタラ寸前まで行こうか。それでちょっとモガキャンプまで行ってセーブしとこう。あんま行きすぎるとさ、また前回の二の舞になりそうだからさ。お、ピッキーですね。これドラクエ5にいましたね。鳥の敵にダメージとか書いてるのか。ああ、結構やっぱ強いな。バトルマシン、戦闘勝利回数が50回。50回、あんま余計なとこ行くとまずいからね、ドラクエ10はね。ここにあれいるよね、ガチャコッコ。いない？いるよな。あ、これはまずいっしょ。あれ手出したらまずいっしょ。だけど出してみたいからね。あー、ゴーレムとかいる。ここはちょっとまずいな。まあね、本当に見切りつけないとまずいからね。あれ見れないのかな？どこまでが大丈夫とかさ。え、ガチャここいない？いるよな。あ、スカルガルがいるね。これドラケ6見ました。あ、ドルマ使う。うわ、マジか。とりあえず一回倒すか。まずいな。舐めてるとやられんねん、ほんとに。見破りたいけどな、やばいな。OK。危ね危ね。戻っか。新しい支柱券覚えたね。これでボミオス、お宝探し、お宝探しの鈴いらないね。はい、次なんだ、攻撃アップ。はい、ということで今回ここで終わろう。道具でルーラストーン、逃れキャンプ、ガタラも近くなんだけど、次回ここら辺からスタートしますね。お、爪の申し子、セーブ場所あったもんね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。